入学者選抜、2020年度入試、それから、その次の入試、2021年度入試についても、アドミッションセンターの方からご説明したいと思います。まあ、お手元のですね、資料で、入試データブック、それから大学案内、こちらの方も該当するページを左の上に掲載しておりますので、お手元でご参照いただければと思います。まず、これは、ですね、1のスライドでございますけど、入学者受け入れ方針。これは、アドミッションポリシーっていうのはかなり長文になりますので、その一部を抜粋したものでございますけれども、求める学生像としましては、まあ、本学理工系分野の大学でございますので、まあ、特にですね、アンダーラインを引いたところ、自然科学及び数学に強い興味と探究心を持つというような、こういうようなところをですね、中心に、まあ、こういうような学生さんにぜひ来ていただきたいと思っております。では、どういう形でですね、入試を受けて、その後、各類、プログラムに分かれていくかということでございますけれども、まあ、こちらのスライドをご覧いただきますと、まず、一番下のところに、入試の種類が3つございます。本学の入試は大きく分けて、一般入試の前期、それから一般入試の後期、右側にあります推薦入試、これは一般と UEC パスポートに、がございますけれども、この3つに分かれます。で、この中で、まず、一番左、一番定員が多い入試になりますが、一般入試前期は、学域一括での募集となります。一類、二類、三類、それぞれですね、まとめて、一括で募集をしまして、入学後に類を選択していただく。で、一年生の、まあ、前学期を、終えたところで、類を選択していただきますけれども、まあ、ここで大事になってくるのは、入ってからの成績、それから単位の取得状況でございます。ですから、希望は希望として出していただきつつ、こちらの方で、入ってからの、まあ、言ってみれば、成果ですね、結果に基づいて、類が決まっていくということでございます。これに対して、一般入試の後期、こちらの方は、類別での募集ということになりますので、1類、2類、3類、それぞれ定員が決まっております。で、入試の時は、第1希望だけではなくて、第2希望、第3希望まで書いていただくのも可能でございますので、まあ、電通大、入る上で、まあ、一番やりたいのはこれだけど、次にこれ、まあ、次はこれというようなですね、優先順位を決めておいていただく必要があると思います。で、いずれも2年生の前学期終了後で、前期で入られた方、後期で入られた方ともに、その類の中で教育プログラムを選択していただきます。またこれにつきましては、ご希望を出していただきまして、はい、その後の成績ですね、成績単位の状況、そういうようなものを加味して、所属するプログラムが決まるということになります。一方、推薦入試につきましては、これは現役生のみの方が対象になりますけれども、これは教育プログラムを選んで受けていただくことができます。ですから、自分が目的意識を持ってこれをやりたいということをですね、まあ、文章なり、志願、志望理由書、面接、そういうところでも出していただきまして、入試を受けていただきましたら、ご自分のプログラムに入っていただくことができるということになります。3年次の高学期終了後にはですね、その類プログラムの中で選択していただける研究室がございますので、そちらの方に配属が決まって、4年次は卒業論文、卒業研究に専念していただくということになります。これは2020年度入試の方の場合でございますので、また2021年度以降はまた少し変更がある可能性がございます。で、募集定員は大学案内の最後のページに掲載させていただいた通りでございます。それぞれ、まあ、前期日程、後期日程、推薦という形で、定員を持っておりまして、前期の370名の内訳としましては、ここに書いてございますように、1類113名、2類131名、3類126名というような内訳でございます。で、科目と配点でございます。まず本学の場合は、配点はですね、右側にございますように、前期が450対450という均等の配点。
後期が300対600ということで、個別試験に重点を置いております。で、科目でございますが、前期後期ともに全く同じ科目でございまして、センター試験が5教科7科目、個別試験が数学、理科2科目、理科2科目は物理と化学が必須でございまして、あとは英語ということになります。で、ご注意いただきたいのは、黄色のところにございますように、理科のですね、配点、物理と化学の内訳は120対80でございます。この内訳が、前期、後期ともにですね、こういう割合になりますので、ご承知おきください。それから個別試験、前期の個別試験におきましては、出願の時に A 方式と B 方式というのを選択していただくことになります。A 方式は数学に重点を置いた配点。B 方式は理科2科目の方に重点を置いた配点ということで、いずれかが50点高くなるということでございます。それから下の方に書きましたが、個別学力検査の数学におきましては、回答時間が前期と後期と異なっておりまして、前期が120分、後期が150分ということになります。まあ、後期の方がそれだけボリュームがあるということでございます。で、ここからは、平成31年度の入学者選抜状況ということでございまして、こちらのデータブック、こちらの方もご参照いただければと思います。まあ、こちらのデータブックには過去3年間の入試結果からですね、過去問題と Q&A も載せておりますけども、赤字で書きましたけども、一般入試の出題と、または回答例等もですね、今回からは公表しておりますけれども、このデータブックの中には掲載はしておりませんでして、ウェブサイト、ホームページ、本学のウェブサイトをご覧いただければ、わかるようになっておりますので、こちらの方でまたご確認をいただければと思います。それから、推薦入試の過去問題はですね、これは、一般にウェブサイト等では公表はしておりませんでして、本学の生協を通じて、ご提供しております。まあ、本日は、生協がちょっとお休みの日になりますので、ちょっと申し訳ございませんが、個別相談コーナーですね、図書館が入っている建物の方でやっておりまして、そちらの方でも閲覧はできますし、まあ、平日にもしお越しになられれば、入試課でも閲覧はしていただけるということでございます。あと、もしご入手いただく場合は、こちらのデータブックの35ページに申し込み用紙がついておりますので、後ほどご郵送等でもご入手いただくことができます。それでは、入学者の選抜状況について少し簡潔にご説明いたします。まあ、これは、地域別割合、男女別割合っていうのを円グラフで示したものでございまして、地域別では、志願者段階ですと、首都圏が3分の2、約3分の2、それ以外の地域が3分の1ということでございましたけれども、実際の合格者になりますと、地域、首都圏以外の割合がですね、10ポイントほど、アップしていたということでございます。倍率でございます。ここでは受験倍率ということで、受験者数を合格者数で割った数値を、グラフにしております。まあ、右側のところをご覧いただきますと、平成28年度から本学の場合は学域で一括募集になっておりまして、その後の推移としましては約4倍前後ということでございます。まあ、少しこのグラフではちょっと平成31年度が急激に上がったように見えますが、まあ、ほぼ4倍前後と考えていただいてよろしいかと思います。後期におきましては、これは3つの類で募集をしておる関係で、やはり各類の間の少し倍率の差とか、あるいは年度によっての変化なんかもございます。まあ、平均しますと、5倍弱というところでございますけれども、やや一類情報系が、まあ、6倍台ということで、若干倍率的には高くなっておるような状況でございます。続きまして、一般入試の最高最低平均点でございます。これはデータブックの7ページに記載しておる方は、これは素点で書いてございまして、前のスライドの方ではパーセンテージでお示ししております。まず本学の場合、まあこれは特徴にもなりますけど、カッコ1のようにですね、個別学力検査の高得点の方を優先的に合格者といたします。
これはもちろんセンター試験の所定の科目を受けているという前提でございますが、まあこれらの方々ですと、まあ大体合格者の平均点で言うと前期が 81%、後期は 76% を取っていらっしゃれば、まあ合格者のまあ平均程度ということになります。で、それらの方をまず合格者とした後に、括弧に総得点ということで、まあ900点満点で合格者を決めております。前期日程は合格者の平均が 74%。後期日程におきましては、一類が若干ちょっと2ポイントほど高かったんですが、7割を超えて、それ以外の2類、3類は 69% ということでございました。まあ、これはあくまで平成31年度の状況でございますので、これは過去に遡って見ていただくとですね、またそれぞれ年度で変わりますし、また、もちろん、その該当年のセンター試験、あるいは個別落力検査の問題も異なります。あとは前期と後期でそもそも受験者が異なりますので、単純に比較はしていただけませんけれども、まあ皆さん方がもしこれから過去問題、解いていただく場合ですね、そういう場合の目安にはなろうかと思いますので、まあご参考にしていただければと思います。続きましてですね、2021年度情報理工学域の入学者選抜についてということで、これは、まあ、予告の第2報という段階までは、ホームページ、ウェブサイトでも出しておりますけれども、その後ちょっと訂正した部分がございますので、その辺もちょっとご確認いただければと思います。まあ、お手元のですね、こちらのデータブックの8ページと9ページ、お開きいただきまして、で、さらに、訂正のですね、1枚ペラがございます。まず一番目が、これは英語の4技の評価、認定試験の活用でございますけれども、これは皆様方ご承知の通り、文部科学省の方から、大学入試英語成績提供システム導入の見送りが発表されました。で、本学は、すでに8ページにございますようにですね、2021年度情報として、英語の認定試験に関しても、公表しておりましたが、こちらは見直します。今後ですね、今週、まあ、11月の29日をめどとしてですね、本学における取り扱いを決定いたしますので、またホームページでご覧をいただければと思います。2番目としまして、一般選抜における主体性の評価でございます。まあ、今までは、一般選抜に、今、2020年度でいきますと、一般入試と言っておりますが、前期日程、後期日程におきましては、当日の、まあ、学力試験を、まあ、これを評価するという形でございましたが、今後はですね、学力の3要素を踏まえた多面的総合的評価を推進するために、調査書等を活用しまして、主体性を評価いたします。まあ、主体性というのは、ここに括弧にございますように、主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度ということでございまして、具体的には、現在、現行の推薦入試で導入しております、科学系コンテストですね。こちらの受賞歴を主体性の評価に活用いたしますということでございます。で、どういうふうに内容を確認するかといいますと、調査書に記載されたこと。それから、その第三者として客観的なですね、まあ、証明ということで、症状等の写し、コピーを添付していただくことによって、それを裏付けとして確認するということでございます。で、3番として、総合型選抜の実施。これが、まあ、かなり大きなですね、定員にも関わるところでございますけれども、現在では栄養入試と呼んでおりますね。今度は名称が総合型選抜と変わります。ここにおいては主体的に課題と向き合って大学での探究学習を深めていくことのできる人材を求めますと。まあ、要するに学力だけ、ペーパーテストだけというよりもやはり高校時代に科学系コンテストにお取り組みになったり、それから本学でも、高大接続教育、まあ、UEC スクール等で、まあ、いわゆる、自分でですね、なんか手先を動かしてですね、手を動かして、取り組むような高大接続型スクーリング、こういうものにも積極的に、参加されて活動されたということをですね、重視いたします。ですので、
まあ、こういうような取り組みをですね、やはり普段からされている方が、やはり総合型選抜にはチャレンジされるのではないかと思っております。定員としましては、全類で、21名程度でございます。で、現役生のみを出願対象といたしまして、で、6番からありますように出願期間は9月を予定、選抜は10月、合格発表は11月を予定しております。で、これらの試験が、まあ、終わりましてですね、結果も出てから、今度は推薦入試、次は学校推薦型になりますけども、そちらの方の入試に出願をしていただけるという、そういう流れでございます。ここで触れました、UEC スクールをちょっとご紹介しておきますけども、今日も、図書館がある建物の方でご説明がありますので、もしよろしければそちらでもお聞きください。まず一つの種類としましては、今年度行っておりますが、1、2年生対象にしたプログラミング入門、それから理化学実験、まあ、これは物理科学でございますね。そちらの実験をメニューにしております。で、夏休みに、から受講していただくということで、その後は連続して、その方々が受けていただきますので、募集時期はかなり早い時期になります。で、今年度の募集はもちろん終わっておりますし、次年度の募集もまた早い時期に行われると思いますので、まあ、現在の1年生の方が、まあ、来年2年生になった時に受講される。あるいは、現在中学3年生の方が高校1年生に来年なられたときに受講していただくというような、そういう形になりますので、ご承知おきください。もう一つは、これは、校内連携の基礎プログラミングでございまして、これも対象学年は高1、高2となっております。本学1年生の情報科目の授業ですね、これを高校生向けに、少し、ご用意することによって、3回スクーリングで来ていただく。それから、e-learning も15回やっていただくということで、かなりもうこれは継続性が必要になってくると思いますが、まあこれを終えていただくとですね、入学後に電通大に入っていただけたら、それが単位にもなるということでございますので、まあこれも、かなり募集時期は、早いです。もう本当に4月入って早々にあると思いますので、この年度からですね、もしご希望されるようでしたら、高校の先生、特にまあ情報のご担当の先生とかいらっしゃるようでしたら、少しお話をされて、今年度の状況なんかをもとに、少し来年の希望をちょっとお伝えになっておかれた方がよろしいかと思います。まあ最後に、これは少し先ほどの類長のスライドにもあったものでございますけども、まあいろいろ教育、研究、それから入試を突破されて、まあこれは将来ですね、なりたい自分になっていただくと。自分の適性とかも知っていただいて、いろんな業界ですね、仕事も知っていただいた上で、まあ、結果としてはこのようにほぼ 100% の就職内定率になっております。で、大学院も7割進学しているということで、あと学内には支援体制がこういうふうに整っております。目黒会のような同窓会もかなり強力にサポートいたしますので、まあ、こういうようなものを通じて、最終的にはご本人の努力も必要だと思いますが、最大限電通大をご活用いただければ、将来のなりたい自分に一歩でも近づいていただけるのではないかなと考えております。はい。それでは以上で、3つの類、プログラム、それから入試に関するご説明を終了させていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。